なんとこんなところにガス帯のカローラがと、ね、既存の水素ステーション、これに対して液体水素の移動式のステーションドッキングをさせております。あそこに丸いものが見えますが、タンク、もう難しいことじゃないんですね、はい、そうですね、技術としてはここは自信持ってできるかなと思います。分岐を作ってるということですね。なるほど、はい。モータースポーツを起点としたもっといい車作りはこんなところにも生かされているんです。この方の顔を見ればわかりますね。伊藤さん、おはようございます。おはようございます。こんな街中でルーキーの車を見るとは、はい、そうなんです、ね、なんとこんなところにガス帯のカローラがと、ね、水素ステーションに泊まっていたのはスーパー耐久シリーズに参戦中の水素エンジンカローラ。ルーキーレーシングのチームオーナー森蔵さんが自らハンドルを握って参戦していることでおなじみの車です。2023年からは燃料が気体の水素から液体の水素に変わり、航続距離のアップにも成功。この水素エンジンの開発を進めてきたのがこちらの伊藤さんです。ただ液体水素を使うこの車がなぜ気体の水素を供給する水素ステーションにあるんでしょうか。これが水素ステーションについてるってことがポイントですね、はい、そうなんです。普通の街のステーションに我々の液体水素のシステムが今日初めてドッキングしました、はい、ただ水素ステーションって気体というイメージがあるんですよ。水素は、はい、液体ってなるとどう違うんですか。後ろにポイントがあります。後ろにポイント、はい、あそこに丸いものが見えますが、タンク、スーパー耐久では、はい、あのタンクをトラックに積んで走ってる姿です、はい、それが、まあ、液体水素を我々がサーキットで走ってるっていう姿なんですが、はい、実はそのローリーのタンクと同じようなものが、はい、街の中の気体のステーションには所蔵として置かれてるということなんですね。水素ステーションの水素って気体で入れてるけれども、はいはい、液体で保管してるってことなんですね。そうなんです。気体なのに液体なんです、はい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 、そこがポイントです、はい、この事実をですねあまり実は知られてない、はいはい、どうしても液体水素の自動車を開発するにあたりですね、あ、インフラ作り直しなんですよねっていうふうに言われることがあります、はいはい、実はそれはですね単純にそういうことではなくて、これが成功すると、はい、まあ、全国液体で貯蔵されているステーションがたくさんありますので、はい、我々のような充填機を持っていくとモビリティに液体の充填ができると。なるほど。なんですよ。おー、未来が近づく、はい、液体で貯蔵しているタンクから液体のまま充填するため、気体の充填で使っていた気化機や圧縮機、蓄圧機などの設備が必要なくなり、たったこれだけの設備で液体水素が充填できるそうです。伊藤さん、見慣れた顔があります。あ、はい、そう、この見慣れた2人がいますここにいつものメンバーが、ママちゃん。岩谷産業の皆さんはレースの際水素エンジンカローラへの水素充填を担当していて、水素エンジンシステムの開発段階から携わっているチームには欠かせない存在です。ママちゃん、ちょっと肌が荒れてるんじゃないの。これもヘルペスできて今隠してるの、コンシーラーで。本当ですか、うん、コンシーラー貸していただきたい。おい、使う、ちょっと後で、はい、S 隊の現場で見慣れた顔ですよ。はい、そうです。なので、ね、彼らが S 隊もやり、はい、それからこういうインフラ の技術を高める、はい、普及していくっていうところもやっていただいているということですね。やっぱり岩谷さんと一緒にやるっていうのはポイントなんですね。ママちゃん、これはもう難しいことじゃないんですね、はい、そうですね、技術としては全然難しくなくて、この充填する技術においてはもう S 帯で経験があるので、はい、そこは自信持ってできるかなと思います。だからメガネの形も変えた。そうですね、それはもう昨シーズンからちょっと変えてきて、あれ気づいてなかったこれ。あ、ちょっとメガネかけてた。かけてないです。寄せた。ちょっと尊敬が強くて。なるほど。富川さん、技術的なポイントもよろしいですか。すいません、ちょっとついつい嬉しくなっちゃって。大丈夫、すいません。ここがですね、はい、この、水素ステーションにドッキングするためのドッキングジョイントになります。はいはいはい、これをつける間につけるだけで今ある水素ステーションと我々のシステムがドッキングできるということで、どういうことですかこれ、はい、この液体の貯蔵から
ます。もともとはその気体充填のために液体水素を流してます、はい、でその先に、気化する装置と圧力を70メガまで上げる装置があります、はい、そちらに流すあのルートを遮ってしまうので、はい、あえて分岐させて、うんうん、そちらも、気体充填もこれまで通りできます、はあ、それから液体の方にも流せますということで分岐を作っているということですね、はあ、なるほど、はい、これをつけるだけなんだ、はい、そうなんです。でこの先、はい、見ていただくとですね、はい、これだけなんですよね、必要なものが。気化する必要もない、はい、圧力を上げる必要もないということで、はい、一方気体のインフラを見ていただくと分かるようにでかいですね。そうなんです、まあ、気体は気体で必要ですので、はい、当然これもですねいろいろ技術開発が進んでこの形になっているんですが、はい、この敷地内に液体のシステムがコンパクトだから割り込むことができるとなるほどいうことなんですね。だから既存の設備にちょっと足すだけでできる、はい、っていうことですね。はい、コンパクトで、はい、シンプルということがすごくポイントです。車の開発だけではなくて、はい、インフラの開発も両輪として同時にやっていくっていうことを今回は取り組んでおります。こうなってくるとやっぱり我々いつ液体水素の車両を乗れるのかってこと、ね、そうですね気になってくるんですけどはい、頑張りますとしか言いようがありませんが間違いなく技術は進化してますので、はいはい、技術が進化するたびに新しい課題が見つかったりもするんですが、はい、そうやってできることに取り組んでいくっていうことがスーパー耐久の活動の趣旨ですので。そうですね、はい、これからも仲間たちと頑張っていきます、はい、メディアを前にこの日初めて行われた液体水素充填の実証実験。本当に初めてです。エンジンが無事にかかり実験は成功しました。このチームが手掛ける液体水素を使った水素エンジンカローラは今週末に行われるスーパー耐久シリーズの最終戦にも出場予定。モータースポーツを起点としたもっといい車作りがハイスピードで進んでいます。このプロジェクトは今後も取材を続けてまいりますので続報をお楽しみに。